本初の人工海浜、緑がいっぱいの公園、そこに千葉港のシンボルはありました。千葉ポートタワーは千葉県民が500万人を突破したことを記念して1984年6月に着工し、1986年6月15日にオープンしました。展望室からは東京湾をはじめ、天気のいい日には富士山まで見ることができます。下の階ではフリーマーケットなど様々なイベントがあります。実際にイベントに参加した方にお話を伺いました。僕初めて来たんですが、環境的にすごい綺麗な場所で、海も近くて見晴らしもとてもいい場所だと思います。いや、景色も良かったし、周りに公園あっていろいろ遊べるなと思ったんで、今日来て良かったなと思いました。千葉ポートタワーの事務局長北畑隆二さんにもお話を伺いました。現状ですと、お若い方からご年配の方まで幅広い層の方にお見えいただいているんですが、若いカップルですとか、そういった方々にたくさんお見えいただくようにですね、今いろいろ企画を考えているところでございます。はい、春には綺麗な青空、夏には鮮やかな花火、秋には真っ赤な夕暮れ、冬には3000個以上の電球で作る高さ100メートルのクリスマスツリーなど、季節により様々な姿を見せる千葉ポートタワー。いつもとは違う角度から東京湾や千葉港の風景を楽しんでみませんか？